皆さんこんにちは。TRA チャンネル、タロットリーダー協会の古川理央です。今回はゆっくりバーチャルタロットリーディング。どうぞゆっくりしてってね。今回使うのは一番ポピュラーと言われているライダーウェイト版のタロットカードを使うよ。数比で見る2023年3月のナンバーは1。新しいステージで本格的に動き出すと良い時だよ。運気の波に乗って幸運を引き寄せていくための過ごし方のヒントをカードに聞いてみましょう。10枚の中から1枚選んでね。何番のカードが気になりますか？選べましたか？それでは1枚ずつリーディングしていくよ。1番を選んだあなた、ザ・スター、星です。理想の姿を思い描いてみよう。そうなるために、今何が必要か、どんな努力が必要か、一歩踏み出す方向が見えてくるよ。2番を選んだあなた、ストレングス、力です。毎日続けられることを始めてみよう。難しいことではなくて、小さなことでいいよ。朝、伸びをするだけでもいいよ。3番を選んだあなた、ホイールオブフォーチュン、運命の輪です。積極的に変化を楽しんでいこう。どんなことでも成長につながるよ。目の前のチャンスをつかんでね。4番を選んだあなた、ザ・チャリオット、戦車です。今できることはすぐやるようにしよう。明日やろうはバカ野郎だよ。具体的にいつやるかを決めて実行してね。5番を選んだあなた、ザ・マジシャン、魔術師です。自分の行動は自らの意思で決定するようにしていこう。誰かの指示を待たずに積極的に動いてみてね。6番を選んだあなた、ザ・ハングドマン、吊るし人です。スケジュール管理をしよう。優先順位を考えてどこから手をつけるのが良いか決めてみてね。7番を選んだあなた、ザ・フール、愚者です。多少の失敗は気にしないようにしよう。慎重になりすぎず、動きながら考えていくくらいがちょうど良いよ。8番を選んだあなた、です。死神です。扉の向こうの新しい世界に行くために、整理しなければならないことがあるよ。スパッと手放そう。9番を選んだあなた、ザ・タワー、塔です。何事にもアクシデントはつきもの。恐れすぎず、その時どうするか、対策を練っておけば良いよ。10番を選んだあなた、ザ・ハーミット、忍者です。あれこれ手を出さず、一つのことを極めてみよう。周りに流されず、やりたいことをとことんやってみてね。いかがでしたか？今回のリーディングから、少しでもヒントになることがあるなぁと思っていただけたら嬉しいです。ご視聴ありがとうございました。それではまたね。タロットリーダー協会は、占いは幸せになるツールと考え、社会に貢献し、世の中に幸せな人を増やすことを、理念として活動しております。チャンネル登録お願いします。